こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、アクセントとフラムとバスドラの、使い方というか、モダンな使い方ですね。まずはアクセント1個目から2個目、1、3、2、4って書きました。安定している順番なんですね。だから、まあ、1、2、3、4ってやると、1番は、この4つある中の1個目のアクセント。2個目が、3個目が、4個目が。で、1番は安定してる。だって、こう、1番こう、みんなが取ってる、こう、表の拍にアクセントがあるから。表ばっかりやるとダサくなるというか動きがなくなるんですよ。全部こうゴツゴツゴツとしたから、逆にだから重たい感じにしようと思うと、で3番の音符は裏拍でしょ。裏拍だけど2拍目の頭だからね、この4分の4で考えるとね。で陰痛で言うと真ん中だけど安定していると。でもこれだけでもっていうドラムソロってあんまりでしょ。でも裏拍だとやっぱり不安定が出てくるんで流れができるんですよ。で2番っていうのがさらにこう不安定。ね、そうすると、で打った次の頭にアクセントを置いたらすぐに着地するので全然問題なくて、だからこれは3番目に不安定になるのね。4番、まあすぐ次にアクセント置けば、でもこのシンコペーションって次の音を抜くと。これぐらい先に飛ぶシンコペーション。だから4番っていうのが一番不安定。だから2番、4番はまあ同じように不安定なんですね。だから、不安定なものが入ると、非常に、なんていうのかな、こう。こう、音がどん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 跳躍していくっていうイメージです。で、今日は3321。要はやや不安定、やや不安定、ちょっとかなり不安定して1に戻す。あえて4使わなかったですね。3321、3011ってやるふうにやると、例えばこれだけでも、ウィンドマシンとか。こういう風に、ドラムソロすればいいのね。だから、これこのままやると、全然埋まりそうでしょ。この感じね。で、これをバスドラを抜くと、バスドラをこれ踏んでるとなんかこう、スイング時代のドラムソロって感じがするから、バスドラを抜くと、こう、跳躍室がこの着地する場所がなくなるからなんか進んでいく感じがするんですね。これにフラムを入れる。やるとなんかモダンな感じ。さらにフラムに足を入れて強調すると。かっこいいでしょ。これだからテンポいく。この2のフラム入り、このフラム入りのバスドラのやつ、アントニオ・サンティスがめちゃくちゃ使うフレーズなんですね。なんかめちゃかっこいいんです。足を入れられるとやっぱそこがものすごくこうゴンと押されるので、こういう形で練習すると1234を自分で作ってみて、バスドラを抜いてみて、叩いてみて、フラムを入れてみて、フラムを入れて足をユニゾンするっていうのをやると、だいぶこう
これで色彩が。アクセント4つしか使ってないのに、これを組み合わせたら4入れてないからね。4入れたらもっといろいろできるんで、自分で作って練習してみてくれると、非常に効果的な、使い勝手のいいドラムソロができると思います。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。